前回バイオハザード最後ウイルスの力でそうはならんやろ。直訴せえなら通るって。おっ、あっ、あ、何してんだ。間違えた間違えた。ああ、もう何回死ぬねんって。ほんまに歯茎出てるって。おい、死んでる。はい、どうも。ハッピーで埋め尽くしてレストインピースまで行こうぜ。キックバック山岸と申します。はい、てなわけで今回ね、ちょっと久しぶりになってしまったバイオハザード5続きの方をやっていきましょうかね。それで実はね、パソコンが壊れてしまいまして、今ね、まあ修理に出してるんですけど、まあおそらくデータが消えてしまったということで、まあ編集とかに必要なデータはね、全部バックアップ取ってるんで大丈夫なんですけど、一本ね、あの収録取り直すとなります、今回のパート。そこのところあらかじめご了承ください。で、今はとりあえず家にあったね、ノート PC を使って動画を撮ってるんで、若干ね、今までの動画よりもフレームレートが下がっておるかと思います。ってなわけで今回は撮り直しなんですけど、とりあえずね、あの前回アービングに逃げられてそこを追っていくところから、スタートさせていただこうかなと思います。ってなわけでやっていきましょう。でもフレンドリーファイヤーオフにしようぜ。もういいやろっていうね。ジョッシュ、ありがとうな、いろいろ。What happened to Irvin? 逃げたわ。柄悪。柄悪っていうか、もう世紀末やん。Will, he can't have gone too far. めっちゃ神妙な面持ちやん、お前ら全員。Thanks. 危なっ。なんかもっと世紀末のやつが来たな。援護を頼むで妖怪や。任しとき。今ジョッシュ透けてなかった体、ノート PC やけど普通に綺麗やわ。まあモニターちっちゃいけどね、モニターちっちゃいから普段から悪いエイムがさらにぐちゃぐちゃになってしまうところはあるかなと思うんですけど、録画自体はね 60fps で見れてるからな。今編集があの30フレームじゃないとあかんねん。ねえ、これさ、すごい揺れるんよな。揺れのせいでエイムが悪くなる。言い訳していい？ごめんけど。なんか、プレハブ小屋吹っ飛ばしたんやけど、ライフルでこの人を。ここね、結構むずくて俺何回か死んだんですよね。これじゃ通れまへんよと。おい、おい。このしましま T シャツがよ。これフレンドリーファイヤーなくなったから、もうさすがに？うん、さすがにもう食らわないな。あれちょっと好きやったけどな。もうさすがに飽きたやろ、みんなも。あのスタンロッドゲーな。ガッチャンとオープンセサーミ待たせたな、ジョッシュ。これちょっとゾナウギアであれできそうですね。ゼルダノーになってるからさ、今やばい。ダイナマイトが、あ、しゃがんでゲッダウン。シェバさすがに打ちすぎじゃない？当たってるけどさ。いや、シェバガチで強いな。アホほど弾使うけどさ、これちゃんと当たってんの？いって、ここなかなか難しいんすよね。ここでなんか2回ぐらい死んだと思う俺。ここのガートリングがクソ痛いんすよね。危ない危ない危ない。これ当たらないよな、さすがに。いや、当たってる当たってる当たってる。ああ、痛い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 ってマジで。やめてください。けどこいつはこっち向けないから、これ殺しときます。で、先にこっち行っといて。で、こいつ殺しますと。これが一番楽やわ。はい。お疲れ様でーす。オラオラ、お前ら全員発動すや。はい、燃えとけ。地獄の豪華に焼かれるからし。シャバ、カモン。もう敵のアイテムがせんとささっと行こうぜ。一応向こう赤ハーブあるんやけど、ちょっとスルーで行こう、さすがに。早く乗ってもらっていいですか。OK、これでここクリアか。今回スムーズやな、さすがに。もっと急げよ、飛ばせ。今のチラ見なんの？船乗りやがってよ。シーラ、俺シーラ。危ない危ない危ない。車線切って、ジョッシュ。ジョッシュ早く車線切れって。いや、もうそこ自己判断やって。もう自己判断でウルト耐えてな、こっから。こっからちょっと俺 IGL できへんかな。IGL やってるクリスが。ナイス、オッケー、ワンダウンワンダウンワンダウン。オッケーオッケー、詰めて詰めて詰めて、人数有利人数有利。悪い顔してるわ。
めっちゃパワハラされてる。次回いくらなんやろ、あれ全部で5000万ぐらいありそうじゃない。これ支配してプラーガの注射器やね。Won't you two just die already? You're making me look bad. Who do you think got this entire operation off the ground? Research like this doesn't fund itself, you know. Yet everyone looks down on me. But not anymore. Don't do it! おー、こいつ完全にやけになってる。ああ、もう取り返しつかん。キャラの表情の動きすごくない？このゲーム。もう2009年のゲームやで、これ。泳ぎに行ってもうた。楽しそうでよかったわ。下から来るぞ、気をつけろ。ほぼ上やったわ。でかすぎんだろ。楽しそう。もうサラザールみたいになっちゃった。というかこれあれやな、リメイク版のサラザール似てるわ、よく見てら。オッケー、やるか。これがガトリングやな。バイオの敵キャラって大体後先考えずに変身してる感あるけど、こいつはあの追い詰められてた感があったやん。追い詰められてとにかく焦っててもうやけになってたっていう演出が、描写がちゃんとあったから、この変身に別に違和感ないのがすごいよな。ストーリーに違和感があんまないよね。5、4とか違和感だらけやったけどね。こっちのミサイルみたいなのがあんねんけど、このアーマードカーの肩につけるようなやつな。これでもあんまり強くないねんな。てか使いづらいねこれ。こっちの使って、こっちの。俺が指示しねえと動けねえのか。スタンディーパラボルか、お前は。あ、でも最終フェーズ来ました。あーさあ、撃つんや、シェバー。お前のエイム力やったら余裕やろ、こんなもん。いや、ガチ有能ちゃやな、シェバー。めっちゃ当たってる。俺より余裕で当たってるって、これ。避けて、ああ即死ではないけど死にそうです。ギミギミ警報ないっす。シバ、ガトリング戻れ。おい、ガトリング戻れって。一回なんか別のコード入ったらわかんのか、お前。あ、でもやったわ。やっぱこれシバだいぶエイムいいわ。お疲れーっす。死に方の癖が強い。くさっ。Where is this facility? Answer me. What is the Ouroboros project? BSAA. Wow, you two are just on top of everything, aren't you? The balance of the world is changing and you're completely oblivious to it. What's changing? What are you talking about? Is it the Ouroboros project? Is that it? No one can stop it. Ouroboros is about to change everything we've ever come to know. Chris! クリスっていうのは知らんかったよ。まあこの見た目は写真と違うってよく言われるよ。死に際にこういうセリフ吐き捨てて死んでいくやつ結構好きやわ。せいぜい頑張りな。じゃあ先に行ってるからよ。みたいなやつ割と好きなタイプやわ。クリアタイムと死亡回数が S やね。オッケー。まあ命中率悪かったな。多分最後のアービング戦でだいぶ命中率持ってかれてんねこれ。
めっちゃ緊張してるやん。めっちゃ緊張してる時の唇の噛み方や。 So this is the place he was talking about. That's the boat the woman used to get away. あ、ガンダム女のボートね。So, あのレディの扱い分かってる。 Yes. This is not just about Jill.But the Ouroboros project as well. Ouroboros project. I guess there's nothing I can do to stop you. I will call HQ and try to get the withdrawal order rescinded. I will also try to get you back up. まあ本部は当てにならんけどな。まあ期待せず待つわ。ほなな、お前も気ぃつけろよ。バイオシリーズ屈指の常識人ジョッシュ。てか、ジョッシュよく見たら、関口メンディさん似てない？アービンが言うとったエクセラって名前。トライセルアフリカの支部に、同じ名前の社長がいる。まだ確証があるわけじゃないけど。まあでもトライセルは黒でしょ。油田にテントあったしな。ちょっと洗いざらいちょっととっ捕まえて吐かすか。そのエクセラってやつ。出たー。こいつ結構だるいんよな。こいつ高速技持ってるから、なかなかにめんどくさい。やけどこいつは、スタンドットでやれる。絶対こんなサイズの虫来たら、うわーうわーうわーってなるけどな、俺やったら。で、やばい、来るぞ。あーこれな。そう、助けて。ちょ、何してんの、シェバ。そんなことやってる場合と違うで。シェバ何の武器持たしても強いか、もしかして。もう、シェバに持ってもらおう、弾。俺は、スタンドットで行くわ。お、なんか出てきたって。おら、おら。いってないっす。カバーが早すぎる、相変わらず。オープン。トッパーズトリリアントっていう人の名前みたいなやつな。絶対こういう名前のキャラクターいるやろ。これ拾えっつってんねん。拾ってってでけへんねんけど。拾ってほしいなー、芝。拾ってほしいな、これ。なんで拾わねえんだ、お前。音楽流れてる言うことはまだ出てくんで。来たー。おい、団体様ご一個来たぞ。大名行列や。虫の大、あーもう気持ち悪いな、お前。もう俺やったら発狂するけどな、こんなん。おい、大名行列言いすぎやろ。おらおら、雷鳴と共に散れ。お疲れ。弾とかちゃんと拾ってよ。これ自分しか使われへんねんから。もしかして、いっぱい？いっぱいなんか。これもったいないけど使うか。Thanks。ちょっと持ち物がいっぱいいっぱいっていうのはまさかの。あまりに銃使わなすぎか。スタンドットばっかでやってるからよ。お、こんなところに地下都市が。これ、インディ・ジョーンズの世界っすね。というか、まず、インディ・ジョーンズの新作やることに俺はびっくりしたけどな。ハリソン・フォードさん、いくつなん？だいぶおじいちゃんになってるよな。シェバ、おい、金や、ほら、広いな。ほら、広い。ほら、あんた拾いなさいよ。もっと早く拾ってくれるかしら。ふん、癒しい娘ね。クモちゃん。かわいそう。なんてことすんねん、このゴリラ。なんでやねん。なんで先行くねん。今、ゴリラが壺を割ってるところでしょうが。後ろに飛んだらよかったじゃん。Chris, are you okay? I'm okay? Yes, I do. I'm okay ぐらい言えよな、クリスも。こいつはさすがにしとっとかやな。え、盾頑丈すぎんか。これどんな素材でできてんのこれ。邪教徒の盾の5倍ぐらい強いんだけど。こいつ強いぞ。スクラビルドやってんのか。やめてください。あんただいぶちょっと肌荒れしてるわ。病院行った方がいいわ。マジ肌荒れって怖いからな。案外なんかよくわからん謎のアレルギーみたいになってる場合あるから、マジ肌荒れはすぐ病院行った方がいい。アナフィラキシーショックみたいになったりするから、ガチでなんか変な肌荒れしようなと思ったら、病院に行くべきっすね。じゃないと、思った以上に重篤な状態に陥る場合がある。めっちゃまともなこと言うてる。急げ！急げ！金や。お、サファイアもあるやん。オッケー、あとは拾いな。拾いなさい！あんた、私のために金をかき集めるのよ。ほら、もたもたするんじゃないわよ。拾いなさい、小娘。ふん、癒しい娘ね。急げ！あれ、何も入ってないやん。言うて。で、着地。どうやって空中で宙返りした？バケモンやろ。ジュルルンジュン。
デデデンテンテンデデ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 。お、ヘルパーやって。その助けまくったってことな。宝は俺のもんやで。ルビートリリアントや。もうトリリアント家長女が出ましたね。トリリアント一族な。これはエメラルドトリリアントやろ、これ。これ三女ですね。三女エメラルドトリリアント。お、開いたな、勝手に。てかさ、ルビーとサファイアって、同じ宝石なんやんな、もともとは。不純物の多さで、青になったり赤になったりするみたいな。あ、出た、松明野郎。こいつでかいんよな、なんか。ほら、男同士熱く語り合おうじゃないか。熱っ！男同士、雷と炎で語り合おう。おら、雷鳴と共に散れ。ここ、グレネードです。どこ行った？おら、どこ行った？もう一個投げとこは、アイテムの枠がないんで。アイテムの枠ないから使わせてもらって、行った！こいつマジ強いわ、盾持ち。スクラビルドやってんじゃねえぞ。シェーバー！あく、チェンコやめてもらっていいですか？オープンセサーミー。何やねんこれ、言うて。あかあかあか。まあでも日頃の行いが良かったら当たれへんねんけどな、これは。ああ即創性なら通るって即創性なら通る即創性なら通るってじい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 。ちょ、もう一回回さなあかんな、これ。大丈夫、日頃の行いが良かったら当たらん。日頃の行いが良かったら当たりません、こんなもん。はい、日頃の行い。はい、お疲れ。これほんまなんて言ってるんやろ。絶対ナイスランじゃないよな。この元々の言い回しでセリフ聞いてみたいよな。英語勉強するか。結構そういう動画出してる人いるよね。実はここのセリフ、日本語字幕ではこうなってますが、英語ではこう言ってますみたいな。やってくれてる人いるよね。クラッシュバンディクー通路。いかにも怪しいねんから踏むなよな。何ボタンやこれ。バスボタンか。なんか急にギャグになったな。ジャンプ？ダッシュ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 。ほんでまた来るぞ、ジャンプが。ジャンプ？週刊少年ジャンプ。で、ダッシュダッシュダッシュからの次違うやつ来る。確か。次が？はい、ジャンプ。またジャンプでやった。あと、ここで捕まる。捕まっていくクリス選手。ナイス引き上げだ！素晴らしい走りだ、クリス・レッドフィールド、セバーローマ。飛び込んだ！無駄にクロスしながら飛び込んだ！急にギャグ来るからな、このゲーム。遊び心忘れてないの。ガッチャンゴド。ウディパヤ族の技術ってすげえ。こいつはウディパヤ族らしい名前。んな。んから始まるっていう。しりとりが成立せん。ここね、なかなかにめんどくさいところやったわ。まあでも最短で攻略するわ。ここにグレネードランチャーがあるんですよね。ついでやし、モロテコか。売れるやろ、これ。まあ、でも、シェバって確かグレネード使えへんねんな。AI の都合上。で、俺がしんどい方やらなあかんっていうな。ディスプレイがちっちゃいからそう感じるだけなんかもしれんけど、カメラがやけに遠い気するわ。早くしろ、お前。なんで待機してへんねん。で、首座ったわ。お前まだ首座ってなかったんか。で、お宝も出てくんねんな、これ。ガチでどんな技術？まあでも古代文明の技術ってやばいって言うからな。現代でも再現不可能な技術の数々がなんかあるらしいっすね。俺そういう系の動画めっちゃ好きなんやな。未だに科学で再現できない古代技術何千みたいなやつ。めっちゃ好きでよう見てるわ。闇世界のツーリストさんっていうチャンネルがめっちゃおもろいよな。海の謎7選とかさ、そういう系の動画めっちゃ上げてるんですよ。オカルト的な知識を紹介するだけじゃなくて、まあ実はこれはこうなんやっていう、その現実的な見解も交えながら説明してくれるから、なんかうさんくささがないねんな。そのオカルト系というかそういう系のチャンネルではあるんやけど、うさんくささが全くないねん。なんなら概要欄に貼ってもええかなってくらい。概要欄に勝手に他の人のチャンネルって貼ってええんかな。黄金像。俺これ取りこぼしてるわ。あの爆弾矢が結構ね、難儀なんよな。こいつらスクラビルドを使いこなしてるからな。ちょ、グレネードランチャー使っちゃう？痛いな、おい。痛えな、おい。何すんだ。まあ、シェバもストック持ってることやし、グレネード使っていこう。いいとこに来た。グレネード食らっとけや。多分あの爆弾矢も、現代の技術では製法がわからん系のやつやな、あれ。あの、独自の製法で作られてる火薬を使ってるんやん。火つけても爆発せへんねんで、これ。衝撃が加わって初めて爆発するっていうね。ちょっと早く急いでもらっていいですか？俺がゼルダのになってるだけなんかな。めちゃくちゃゼルダ感あるように感じるんやけど。で、また俺が下行かなあかんねやろ、これ。お？また来たの。さっき引いてまおうや、と思ったらこいつ出てくんのか。こいつはちょっと厄介やね。
あー、シマ撃て、こいつを、こいつを撃て。あ、勝手に離れてくれた、オッケー、さすがにか。なんかエグエグエグ、あー鬱陶しいの、お前殴れ、お前でもいいから俺を殴れ、殴れ俺を、ほら殴れ早く。もうなんやねこいつ、ふざけんのも大概ですよお前ら。弾使うか、さすがにこれ60発もあったら。シバなんで来た、来たあかんやん、ほらくたまっとけお前、おいどんどん来るて、こいつ食らっとけお前、もう一発食らっとけ。おいどこ飛んでくねん、これ意外と直線なんやな。グレネードランチャーってもっと山なりに飛ぶけどな、危ない。グレネードランチャーってポコンつってもっと山なりに飛ぶよな。で手榴弾飛ばすだけのもんやもんな。でもさ、この形式のグレネードランチャーって確かあれやんな、あのメタルギアソリッド4のレイジングレイブンが持ってるやつや。すげえ分かりづらいあれで申し訳ないけど。よし行ってこい、早く急げ、ダッシュ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 、早く1年ダッシュ、もっと声出して。もう分かったから黙れやみたいな感じでブチ切れてきたらおもろいのにな。おもんないか。さあこれで全ての道が繋がったかと思いきや、確か最後にまだ一個あったわ。ハリアハリアップハリアップ、オッケー、よいしょ。でこれが多分最後やろ。はい、繋がりましたと。オッケー、クリアや。テレレレデレデデンやろ。ほんでルビーをオーバル拾っといて、でここでまたあいつが出てくんねんな。でこいつここで倒せるっちゃ倒せるんやけど、どうあがいてもシバが途中で逃げ出すから、一旦ねスルーやね。これここあがんやん、あれイベントが発生せえへんけど。おシバー、お追ってきた。そうか、ここでイベントや。あれイベントないぞやっぱり。早く、ちょっと急いでもらっていいっすか。あ、来たイベント、やっぱり。なんでまたクリスがこっちに移動してんねんバカ野郎。でここなんか連打足りんかって死んでんな俺。あ、お疲れ、かわいそう。ただその代わりお宝は手に入れへんねんな。意外とこうやって見たらちっちゃいな。おい、ほんならこっから初見やな。初見っつうか、まあ、過去にやってるんやけど覚えてないわ。全く覚えてない。というかチャプター終わりかな。The preparations are almost complete. Then we can leave. Good. こいつがエクスラか。絶対悪いやつの顔してるやん。結構ぐっさり行くな。もっと血管とかちゃんと見てから打つやろ普通。You know, I was surprised Las Plagas was such a success. When you first arrived, I had my. レスカーの愛人やねんな。And now Ouroboros is complete. ウロボロス。Your position at Tricell is secured.悪いやつやれ。 I have my eyes set on something much bigger. Much bigger. You'll be needing a partner, right? その千年アイテムみたいなネックレスなんなん。 Someone to join you in your new world. I believe I've proven I'm worthy, haven't I? それはどうかな。 Perhaps you have. 騙されてんだよ。ベスカ顔色悪くない。It appears your old friend, Chris Redfield, has come to pay you a visit. Do I sense concern? The plan is in its final stages. I will not tolerate delays. エクセラのイントネーションが結構エレガントね。クリス・レッドフィールドみたいな。何人なんやろな、エクセラって。時々ああいうさ、あのセクシーな衣装はあるけどさ、あれって、あの、ポロンしちゃうよな。ポロンしちゃうってことやんな。あの下に何もつけてないよな、パッドとか。これスペンサーやな。中二病ジジイやん、完全に。で、そのミームに感染したんか。I believe I should thank you, Spencer. ウロボロス。あ、チャプター終わりや。なんか1回目より時間かかってるんやけど、なんでや。とりあえず今回こんなとこにしといて、次回チャプター4の2から完全初見、まあ完全初見じゃないねんけど忘れてるから、まあほぼ初見っすね、やっていこうかなと思ってます。こっからね、ほんまに記憶曖昧なんで、まあほぼほぼ7割ぐらい初見な感じでやらせてもらおうかなと思ってます。
てなわけで次回チャプター4の2でお会いしましょう。てなわけで今回最後までご覧いただいた皆さんどうもありがとうございました。てなわけで See you next time. バイバイ。次回まだ続いてな。ほな。